フィギュアスケート男子で五輪に連覇を果たし、国民栄誉賞も受賞した日本が誇るプロフィギュアスケート選手、羽生結弦29に、またしても女性が絡む出来事が。ハブは2023年8月4日にバイオリニストの A 子さんと結婚したものの、わずか105日で離婚に至ったことで、多くの厳しい声が上がってしまった。 マスコミの過剰な取材や一部の過激ファンのプライバシーを暴こうとする行為を受け、離婚するに至ったという胸のコメントを発表したハブだが、結婚をほとんどの親族に報告していなかったこと、エイコさん本人は実名報道に OK していたと報じられた。ハブの母と姉の輪にエイコさんが入ることができなかったとも一部では伝えられた。結婚前、ハブをサポートしていたのは彼の母と姉だった。 食が細く、喘息もあったため健康管理はまず食事から。食材も味付けもすべて、母親が OK したもの以外は口にしなかったという。ところが結婚後、隣の部屋に住んでいるにもかかわらず、A 子さんに対して母親から食事の献立や食材、味付けに関するアドバイスは全くなかったとされる。一方で深夜の練習に帯同するのは母親と姉だけで、 英子さんの出る幕はなかったという。結婚、離婚までマスコミに持ち上げられまくる存在だった羽生さんですが、離婚発表時のコメント、英子さんを守れなかったことに批判が寄せられて一気に流れが変わってしまいましたよね。そんな中、ロシアの妖精、とも称されたフィギュア選手であるエフゲニア・メドベージェワさん、24、が、羽生さんと過去に交際していたことを匂わせたんです。ワイドショー関係者。 これまで世界選手権で2度の金メダルを、2018年のピョンチャン五輪で銀メダルを獲得するなどフィギュアスケート選手として活躍してきたメドベージェワだが、キャリア後半は怪我や不調に悩まされ、2020年以降は競技大会から遠ざかっている。そんなメドベージェワは,は日本時間の1月29日、自身の YouTube チャンネルを更新し、約1時間30分の動画をアップ。自らがホストを務め、 ゲストと対談を行うという番組だ。ロシアの大手メディア、シュクレブメディアホールディングが運営するサイト、スターフィットが1月30日に配信した記事によると、メドベージェワは,は動画内で次のように語ったという。去年、元彼が結婚したの。私は、あはは、って感じだった。それから3ヶ月後に離婚したんだ。私は、あはは、って感じだった。おっとっと。 っていうリアクションから、あはは、っていうリアクションになったんだ。名前は出していないものの、わずか3ヶ月で離婚し、メドベージェワさんと親交があった人物といえば羽生さんが真っ先に思い浮かびますよね、前室のワイドショー関係者。メドベージェワはかねてよりハブのファンであることを公言しており、現役時代はツーショットを SNS にアップしていたほか、誕生日にプレゼントをあげたりするなど、 ことああるる。ごとに熱愛説をを浮上させ、羽生ファンを翻弄してきた過去もある一時、二人が同じコーチに指示する、同門となったことから、噂が加速してしまったということもあった。五輪の控え室で仲睦まじい様子が目撃されこともあり、当時のマスコミは二人の交際説を盛んに報道。マスコミ報道や SNS の声を受け、 2018年5月のアイスショー後の囲み取材後、ハブは自ら、変な報道がありますけど、僕は関与していませんと切り出し、びっくりしました。羽生結弦って、知らない世界の人もいるんだなって思いましたとやんわりと交際説を否定したのだ。メドベージェワさんの発言の真偽のほどはわかりませんが、過去の交際であってもバラされることはハブさんにとってはダメージですよね。 熱狂的な女性ファンが多いですし、プロに転校し、離婚も経て、今は静かにスケートに専念したいというのが本心でしょうからね。たとえ過去に本当に交際していたとしても、羽生さんからしてみたら、勘弁してよ、といったところでしょう。もちろん、交際の事実がなければ、余計にです。以前は、羽生譲るって、知らない世界の人もいるんだなって思いました。とコメントした羽生さんですが、 前妻の英子さんの時にしてもまるで違う世界線で起こったような対応をしましたよね。結婚を発表した際、ハブは相手が一般人かどうかは愚か性別まで伏せていた。離婚発表から1ヶ月半後の2023年12月26日には自身のインスタグラムを更新し、10代の頃からずっと嘘や妄想や出会ったことすらない関係者さんの話で記事が出ますが、 面白いですねありったけの体力と精神と技術と自分をスケートに込めていきますと綴ったメモをアップしさらに波紋を広げたこともあったやはりマスコミには相当な警戒心を持っているんでしょう先の結婚時も有名アーティストと共演したこともあるバイオリニストの英子さんの職業や名前を隠し結婚自体をないことにしようとしている動きにも思えたほどですからね一方で マスコミの行き過ぎた取材やプライベートを犯すような一部ファンの暴走もあり、ハブさんが苦しんだのも事実。真の国民的存在の彼の苦悩は、一般人にも想像できないところがあります。ただ、結果的に3ヶ月で離婚して叩かれる対象になってしまった、と。そこに来てメドベージェワさんの匂わせですからね、女性関係のトラブルが相次いでいるわけです。そして、 ハブさん自身の発言に端を発していますが、結婚相手や過去の交際を隠そうとする感じ、離婚時や囲み取材での本人のコメントも含め、何が本当か嘘かわからない。羽生さんの女性関係の出来事はまか不思議、違う世界線で起きていることのようで、本人も本当にそう思っている感もしてきますね。全道五輪二連覇、国民栄誉賞受賞の国民的スターがまさか、 競技引退後、女性が絡む問題でつまずくとは、本人も想像だにしていなかったはずだ。メドベージェはの発言を受けて日本のファンからは、メドベージェは24歳になったんだ。ザギトワ選手も綺麗で好き。羽生くん海外からも人気だもんね。これでメドベージェはんと再婚したらさすがにやばいね。メドベージェは選手マジカンなどの声が上がっている。